としての誇りを胸に。私は劉備殿に壊れ、軍師を務めることになりました。軍師となれば危険な戦場へ出ることになります。あなたを連れて行くわけにはいきません。ここに残り家を守っていてください。いいえ、孔明様、私も共に参ります。いつかこのような日が来ると思っていました。行く先の危険など恐れてはおりません。それに孔明様が主と見定めたお方ならば、私も共にお力になりたいのです。月英、慶州の名士孔祥元の娘にして画僚諸葛亮の妻である。武芸を得意とし、天文や地理、兵法と学問にも通じていた。三顧の礼に応え、劉備の軍師となった夫についていくことになる。月英、これからも孔明様をそばでお支えすること、お許しくださいますか？ありがとうございます、月英。あなたは私には過ぎた妻です。今諸葛亮、全軍の孫宗軍の追撃、この白鵬派でもしとどめます。この戦では各軍の連携が鍵となります。皆さん、私の策に従ってください。
馬がご入り用で。またお待ちしてます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。はい、いらっしゃい。毎度どうも。左右しうる。私たちで守るぞ。指示を出す者がいなければ軍は崩れよう。深夜の砦にいる軍師を狙うぞ。私が撃たれてはこの先の策はなりません。敵を打ち払うのではありません。
砦の安全は確保されました。これで味方の指揮に集中できます。敵将を討ち取りました。日々の研鑽の賜物ですね。その勢い誰にも止められますまい。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。がいる限りここは抜かせん。さあかかってくるがいい。はっ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 守り抜け。武をもって強固な盾となるのだ。美しくない方はお引き取り願います。研鑽の成果です。かつ拙者が未熟でござった。敵将討ち取りました。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。ここで引かねばならんとは。今です。情けない。セイヤヘリン参ります。月影、あなたは自慢の妻です。ここで終わるわけには。すみませんが先に引かせていただきます。日々の研鑽の賜物ですね。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。諸葛亮。
劉備様を慕い付き従う多くの民。待ってください。あなたたちを逃がすことはできません。あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。今は逃げる。過去へと急ぎましょう。私を慕ってくれる民はこれほどまで。ならば何としても曹操から逃げ切らねば。今だと撃たれます。民を連れての逃亡に強い意志を感じます。ここで引くのは気がかりです。やっ、敵将討ち取りました。おお、よくやってくれた。クソ、こりゃ引くしかないな。この先嫌なことが起きないことを願うぜ。吉備の研鑽の賜物ですね。すごい、なんて強いんだ。そんな、諸葛亮殿。どうしよう、私たちこのまま戦い続けていいのかな。そうか、みんな考えてなかったよね、諸葛亮殿がいない戦なんて。上将は劉備殿の大志を継ぎ、悲しみなき世を目指して戦った。それを今度は私たちが受け継ぐのだ。我戦う、劉備の夢叶える。そう、父上たちの夢、私たちが諦めるわけにはいかない。受け継ごう、託された思いを。そうか、諸葛亮が。上将は最後までこの国の未来を案じておられました。劉備殿の目指された陳の世、残された我らの手で成し遂げてほしいと。私たちは託されたのだな。今日そなたはこれからどうするのだ。無論義を倒します。それこそが上将や劉備殿のご意志であり、我らの悲願であるからです。そなたならばきっと立派に成し遂げるであろうな。だがこれだけは忘れないでほしい。父上や諸葛亮が目指したものは悲しみのない世だということ。承知いたしました。我ら一丸となり陣の世を築き上げてみせます。月英は諸葛亮と共に五丈原の戦いを制した。諸葛亮は蜀軍の勝利を見届けると
陣中で病没する。月英らは悲しみをこらえつつ職に撤退した。そして諸葛亮の死から数日後、月英は自邸に職の若き将たちを招く。夫が職に残したものを彼らに見せるためである。ここから火を吹くんだよね。あれ？あ、お前たち皆さん、お待たせしました。こちらをご覧ください。上昇？いや、そんなわけは。あれ、生きてらしたんですか？これは孔明様の人形です。孔明様が生きている、それだけで敵は混乱し味方は鼓舞されます。月英殿、孔明様にいつまでも頼るわけにはいきません。ですがこの人形は束の間、私たちに力を貸してくれるでしょう。難点はとても重いことです。車輪付きの椅子も改良しないといけませんね。そんなに重いんですか？あれ、そうでもないですよ。では外出の際はお願いしますね。はい、頑張ります。ありがとう。